ドラムのテルです。ということで今日は、イヤホンの紹介動画なんですけども、年末にアビオットの TED-01D Mark II っていうのを予約して買ったんですよね。結構ね、人気で今売り切れちゃってるみたいなんですよ。Amazon とかでね、開封動画も撮ってありますので、今から流しますのでどうぞ。はい、ではアビオットの TED-01D Mark II の開封をしていきたいと思います。じゃじゃん。いやー、やっぱり良さそうですね。なんかいい感じの色とね、いい感じの発売日に届きました。発売がね、1週間伸びちゃったんですけども、まあ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 、よし、良きでしょう。はい、では行きまーす。ドゥ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 、どうなってるの？パカでしょ、パカー、おろろろ、女性の方が、はい、じゃあ、いい感じですね。うわー、あ、かなり高級感がありますね。あら、いいね。パカここでおお、イヤホンですね。おほほほ。おほほほ。へえ、すごい。LR もしっかりなってて、ここがいい感じになってます。ちょっとはめてみますか。いや、その前に、カパってやってみようか。こうかな。こうか、違うかな。違うね。こうか。パカッ。パカン。あ、これがあるとダメなのかな。こうか。ああ、いいね。でね、これはね、充電器にもなるっていう、すごいよね。で、付属品が、じゃじゃん。説明書と、説明書。日本のメーカーなので、しっかり。日本です、日本語で説明されております。はい、でこちらが、はい、じゃじゃん、じゃじゃじゃんね、装着感もいいね。なんか光ったね、ちゃんとね。で、充電がされてるかどうかで、付属品を見ていきたいんですけれども、こちらですね、ほい、じゃじゃん。これもなんかね、ヘタピで失礼、申し訳ございません。これでいいか。押していきましょう。ででん、ででで、やっぱ綺麗だね。いいね。巾着が一つと、で、これは、あれかな？イヤホンの、フック？イヤーフック的なもの。それから、なんかね、ちゃんと梱包されてるので、出したくないですね。これがあれだね。なんだろう。あれかな。イヤホンをくっつけるように、有線的な扱いでできるように、これはワイヤレスイヤホンなので、ケーブルをね、つけるのに、これがタイプ C の、ケーブルになります。こちらが。タイプ C で、USB。で、こちらが、充電器にぶっ刺すみたいなね。っていう感じですね。はい。こんな感じかね。あとは、付属の、あれですね。予備の、イヤホンのカバーとか、いろいろ入っております。まあ、とりあえず今使わないので、入れちゃいます。以上、アビオットの、TED-01D Mark II MK II の開封動画でした。はい。あと装着感、音などは、また後日、収録したいと思います。バイバイ。イエイ。こんな感じ。でね、すごいいい感じの評価で、すげえ期待が高かったんですよ。だけどね、外音取り込み機能がね、3万円ぐらいする AirPods と比べると、やっぱりどうしてもね、劣ってしまうっていうので、割と辛口の動画とかも、何個かあったんですけども、
値段もそこそこお手頃価格なので、まあ AirPods と AirPods Pro と比べるのはちょっとかわいそうかなっていう話で、まあ、外音取り込み機能はまあまあまあって感じなんですけど、だけどね、まあ昨日アップデートがあってアップデートしたんですよ。で、MacBook Pro につなげててあんまり良くなくってノイズも入るしどうしようかなと思ってたんですけども、 iPhone につなぎ直してでアップデートして聞いてみたんですけども、やっぱり音もいいし、でアンビエントマイクもすごい良くなったので、これからまたしっかりと仲良くこの子と共に編集したり音楽聴いたりして音楽制作もしてやっていきたいと思いますので、うん、ルックスもいいしいいんだよね。つけてみようかね。こんな感じ、こんな感じです。今マイクの音とか聞こえるのかな。さすはい、接続しましたって感じでね、おしゃべりしてくれるんですよ。うん、なかなかどう？いい感じ？うん、そうなんです。まあ細かいレビューはね、いろいろ動画ありますので私はしません買ってみていいなと思った、うん、っていうのをただ紹介して、別におすすめご利用しってわけじゃない、売り切れてますんで欲しくても買えない状態なんですよね。ただしぐれの中野くんも使ってるブランドで、っていうかそのモデルも出てるブランドなんで、割と今後も注目されるブランドだと思うね。これやってみようかなので、そう、まあ注目ですね。僕は、うん、愛用していきたいと思います。ドラマを出るチャンネル、そう今ね、これからフェデラー対ジョコビッチの試合をチェックしたいと思うんですけども、テニスね、全豪オープン、いやしかしね、学びしかないんだよ。フェデラーの試合とかね、7回のマッチポイントをしのぐとかね、マジでありえない。いいメンタリティとかね、そういうのをずっとずっと学び続けていきたいなと思います。逆境でも絶対諦めないし、諦めないでどうやったら勝つか、うん、まあラッキーもあったってフェデラーがねインタビューで言ってたんですけども、スポーツに限らずに、なんだ、最後まで諦めずにどん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 前に進んでいけたらいいなと思います、うん、TikTok も始めたのでイラストとか毎日更新してますので、 Instagram にも毎日投稿してますので、よかったらチェックよろしくお願いいたします。まあ今日はそんなところで、また音楽も曲ができたりしたらアップしていきたいと思いますので、楽しみにして待っててください。よろしくお願いします。ではまた、ジョコビッチの試合、優勝はジョコビッチかな。まあいいや、そんなところで、じゃあまたね、バイバイ。